2023年10月22日にウクライナ国防省が X 旧 Twitter に、ウクライナ軍の自爆攻撃型 FPV ドローンが、畑の中を取る道路沿いに大量に置かれていたロシア製の対戦車地雷を発見し、突入して爆破する動画を投稿して公開したよ。ウクライナ国防省ではこれについてリモートによる地雷除去として備蓄されていた対戦車地雷を破壊したという表現をしているが、動画を見る限りでは周囲にロシア兵の姿は全く見られず、地雷敷設に必要な機器なども見当たらず、地雷には何の遮蔽物も偽装もされておらず、のぞみになっていることから、ロシア軍が何らかの事情によってその場に放置したか、あるいは廃棄されたものではないかと見られているぜ。さて今回はウクライナ軍のドローン活用について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ウクライナ軍においてはこの侵略戦争においてドローンの活用に注力していて、2022年2月24日にロシア軍が侵略を開始した際に、それを撃退するために大きく貢献したとされているトルコ製のバイラクタル TB2 に始まって、手軽に入手可能な民生用ドローンを偵察用ドローンとして活用したり、アメリカから供与されている。スイッチブレードなどの自爆攻撃型ドローンもロシア軍戦車への攻撃などに有効活用しているほか、黒海に君臨しているロシア海軍黒海艦隊の艦艇やクリミア大橋などの橋梁の橋桁を攻撃するのに、水上ドローンの開発と実用化を進めていて、実際に数隻を沈めるなどの戦果を上げており、これらの FPV ドローンによって攻撃時の様子を撮影した上で SNS などにおいて公開することで、自分が優勢であることを国際社会へアピールするために役立てているんだって。この FPV ドローンとは、ファーストパーソンビューを訳したもので、一人称の視点という意味で、つまりドローンからの映像が自分の見ている視点一人称視点であることを表しており、この FPV の機能によって操縦者がドローンから見える景色を見ながら操縦することが可能となるよ。通常は、FPV ドローンからの映像は送信機プロポに取り付けられたスマホやタブレットなどに映し出され、これによって地上からドローンを操縦しているにもかかわらず、空からの鳥観図のような映像を見ることができ、カメラやビデオ機能によって写真画像や動画として撮影して残すことが可能なんだ。さらに、FPV ドローンの中には操縦者が専用のゴーグルなどを着装することによって、正しにドローンに搭乗しているかのような、映像を見ながら操縦することも可能となり、GPS 誘導などの高価な誘導装置を搭載したミサイルと同様により正確に目標を攻撃することができるぜ。そして、この FVP ドローンの軍事利用における最大の利点は、ドローンを扱ったことのない兵士でも簡単な操縦訓練を受けることで、すぐに飛ばすことができるという点にあり、極端に言えば最前線に、突然配備されたとしてもその場で何度か飛行させるだけで運用が可能になることだな。ウクライナ軍では自爆攻撃型として開発されたスイッチブレードなどの軍用ドローンの他に、民生用のドローンに、カメラやビデオを搭載して敵陣の偵察や砲兵部隊の着弾観測などに活用しているが、民生用 FVP ドローンに爆弾を搭載して戦車や装甲車などの破壊に活用しているね。戦車は側面や底面などの装甲と比べて上部の装甲が薄く作られていて直上からの攻撃には弱く、ドローンによる攻撃のほか、アメリカが開発した歩兵携帯用の対戦車ミサイルジャベリンなどは、ミサイルが戦車の直上から攻撃できるため、これらによってここまでに多数のロシア軍戦車が破壊されているんだ。ウクライナ侵略戦争においてロシア軍戦車が破壊されている動画や画像がたくさん出回っている中で、特に目立つのは主力戦車としては一世代前となる T72 戦車が破壊されているもので、その多くの画像には砲塔が吹き飛んでいて明らかに搭乗員は粉みじんになって戦死したと想像できるな。T72 は1973年に生産が開始されていて主力戦車としては第二世代にあたり、世界中に広く輸出されて主力戦車として運用されており、ロシア軍においても未だに主力戦車として運用されているね。T72 で特筆すべきは、世界で初めて実用的な自動装填装置が採用された戦車でもあるということなんだけど、
自動装填にした際に金属製の薬莢と一体化した弾薬ではなく、弾頭部と装薬部に分離させた。第二次大戦時の戦艦など水上艦の大口径砲手法と同じ形式が採用されたんだ。これは金属製の薬莢を使用した場合、射撃した直後にはかなりの高温となるため、数発連続して射撃した後の砲塔内には高温の薬莢が多数転がる状態を引き起こし、搭乗員が危険にさらされる他に砲塔内部の温度が高温になり搭乗員にとって苛烈な環境になるだけでなく、砲塔内に保管されている弾薬が誘爆する危険が生じることになるよ。それらの危険を避けるために、装薬を梱包装薬にすることで発射時に砲塔内で燃焼させることにした砲弾が T-72 で採用されたみたい。T-72 の自動装填システムが撮影された動画が公開されていて、それを見ると、自動装填用のアームによって、砲内に弾頭部分が装填された後、続けて梱包装薬が押し込まれていく様子が映されているが、T-72 においては砲塔の被弾性を小さくすることを目的に小型化されているため、弾頭部分と梱包装薬は砲塔下部のスペースに保管されていて、そこから自動的に給弾するようになっており、そのため、砲塔の真下に弾薬庫があり、そのシステムも第二次大戦時の戦艦の主砲と同じ構造なのだが、戦艦では砲塔下部の弾薬庫は厚い装甲で守られているほか、艦内の冷房システムで常に弾薬が冷却されているぜ。戦艦のような大きなスペースが確保できない戦車の場合、弾薬庫の装甲を厚くすることができず、発射時に燃焼させることを目的としている装薬は金属製の薬莢と違って耐熱性が低いとみられ、砲塔が被弾した場合には簡単に誘爆して砲塔の下で大爆発を起こす可能性が高いってわけだ。結局、T-72 で採用されたカルーセル方式と呼ばれる回転型自動装填装置は本来であれば、弾薬を被弾率が低いとされる車体底部に集約して生存性の向上を狙った設計であったはずなのであるが、万一車体底部の弾薬に誘爆した際には爆風が砲塔内を直撃することになり、砲塔が真上に吹き飛んで車体が大きく損傷して搭乗員が戦死することが判明したよね。この T-72 の被弾時に砲塔が吹き飛ぶ事象は、かつて湾岸戦争時にイラク軍が運用していた T-72 において、多数発生したことから、アメリカ軍内ではびっくり箱との別称で T-72 を揶揄していたことが伝えられているみたい。これについて、戦車内の弾薬庫が被弾しやすいのは T-72 だけではなく、西側の主力戦車も同様だとする声があるな。西側の主力戦車では砲塔後部にアルバスルと呼ばれる部分を弾薬庫にして砲弾が収納されていて、アメリカの M1A1 エイブラムスやイギリスのチャレンジャー2にドイツ製のレオパルト2は全てその方式で、他にもバスルを弾薬庫として砲弾を収納している西側主力戦車には、日本の自衛隊の90式戦車や100式戦車、フランスのルクレールに韓国の K2 ブラックパンサーがあるが、これらは全て自動装填装置を採用しているぜ。西側戦車が T-72 以上に危険な構造であると指摘する軍事評論家は、被弾しにくい車体下部に弾薬庫がある。T-72 に比べて砲塔上部にあるバスルの方が被弾しやすいことを根拠としているのであるが、西側戦車は砲塔が大型化してもバスルの装甲を厚くしているものが多く、また被弾した際には、バスル上部のパネルが吹き飛ぶように設計されていて、砲塔内に爆風が吹き込まないように作られているため、砲塔内部の搭乗員の生存性が高いらしい。そして、装甲が厚い車体下部が直接被弾する可能性は低いとしても、T-72 の砲塔上部の装甲が薄いため直上から、ジャベリンなどのミサイルで攻撃された場合は貫通されて車体下部の、弾薬庫が被弾して誘爆することによってびっくり箱と霞んだよね。これらのことから、T-72 も西側主力戦車も上部からの攻撃に弱い点では同じだが、搭乗員の生存性においては大きな差があり、西側諸国の主力戦車の方が有利であると言えるんじゃないかな。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2023年6月上旬から反転攻勢に出ているウクライナ軍において、
その主攻撃軸である南部ザポリージャ州の要衝トクマク方面での戦況と、東部ドネツク州の南部からアゾフ海に面するマリウポリ奪還を目指す攻撃軸については、ここ数週間詳細な戦況を伝える情報がなく、ウクライナ軍の前進が停滞して膠着状態にあるものと見られているよ。これらに反して、ロシア軍が攻勢に出ていることが伝えられていたドネツク州の州都ドネツクに近く、2022年2月24日の侵略開始以前からウクライナ軍が勢力下に置いていたアウディーユカと、北部ハルキウ州のウスキル川をまたぐ形で存在しているクピャンスク近郊におけるロシア軍の攻撃が激しくなっていることが伝えられているぜ。さて今回は、アウディーユカとクピャンスクでロシア軍の攻勢が強化されている件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。まずドネツク州アウディーユカ近郊の攻防戦においては、10月25日にウクライナ軍参謀本部が我が軍はアウディーユカ近郊の戦闘において、ロシア軍の攻撃をすべて撃退しているとして、ドネツク州のアウディーユカ、ステポベ、シェベルネ、ネベルズケに対して仕掛けられた攻撃はすべて失敗に終わっており、我が軍は10回以上に及ぶ攻撃を撃退したとした上で、ロシア軍はアウディーユカを包囲しようとする試みを諦めておらず、航空戦力による支援を積極的に展開しているとロシア軍の攻勢が継続していることを明らかにして、使用しているが、我が軍は陣地を堅持して敵に重大な損害を与え続けていると発表したよ。しかし、アウディーユカの北隣にあるクラスノホリカにおいては、ロシア軍がアウディーユカに繋がる鉄道路線に到達したものの破壊されたとする動画が公開されていて、ウクライナ軍参謀本部の主張を裏付けているが、これまでロシア軍の存在が確認されていなかったアウディーユカの北の鉄道にまでロシア軍進出していることが明らかになり、アウディーユカを包囲しようとするロシア軍の攻勢が強化されていることがわかるな。また、それらの地点の南にあってアウディーユカを見下ろせる高台にロシア国旗と、ロシア陸軍第114自動車ライフル旅団の旗が立てられている画像が公開されていて、ロシア軍によってこの重要な高台が占拠されたことを証明しているぜ。これに対してウクライナ軍は高台に設置されたロシア国旗と第114自動車ライフル旅団の旗をドローンで吹き飛ばしたとされる動画などを公開したが、この動画についてロシア系の軍事ブログなどではドローンで旗を攻撃しているのは、この高台にウクライナ兵がいない証拠だとして、高台をロシア軍が維持していると主張しているよ。さらにロシア系軍事ブログではクラスノホリカ西側の鉄道に到達した。ロシア軍部隊がさらに鉄道沿いに西側の地域に前進して共闘法を築きつつあると主張したほか、アウディーユカの南にあるオプトネやボーダインなどからアウディーユカ向けて攻撃を強化していて、過去24時間でアウディーユカの西にあるシェベルネ方向やトネネキー方向で大きな前線を遂げて、アウディーユカ包囲網を狭めているとしたんだ。ただ、これらの主張を裏付ける動画や画像などの視覚的証拠はまだ現れておらず、ウクライナ側からの反応も特になく確実な情報とは認められていないものの、ロシア国旗が建てられた高台につながるウクライナ側のコークス工場付近にロシア軍が進出していることは間違いなく、この工場をロシア軍が占領することがあれば、アウディーユカを防衛しているウクライナ軍部隊には大きな打撃となることが指摘されているぜ。また、ハルキウ州のクピャンスク方面においては、ウクライナ陸軍のシルスキー司令官が10月14日にクピャンスク方面のロシア軍部隊はこれまでの損害を補充した上で、活発な攻勢を開始していて、その主要目標は我が軍を撃破してクピャンスクを包囲し、オスキル川東岸の地域を確保することにあると述べており、30日にもハルキウ州クピャンスク方面のロシア軍は複数の攻撃軸で前進を試みていると語っていたが、そのことを裏付けるかのように、インターネットや SNS で公開されている動画や画像において、ロシア軍が新キフカ、オルヤンケ、イワニフカの3方向で攻勢を仕掛けていることが視覚的に確認されたな。このクピャンスク方面の戦況についてウクライナ系の軍事ブログでは、ロシア軍は兵力でこの地域のウクライナ軍に優位であることを活かした攻撃を展開していて、クピャンスクの北にあるマシティフカから南側の地域を占拠するなどの戦果を挙げているが、
さらに南にあってクピャンスクに近い新規フカへの攻撃には失敗して後退したとして、11月1日現在においては、クピャンスクから見て東方にあるペルショットラブネーベやオルヤンケの周辺で激戦が続いているともした上で、ロシア軍はクピャンスク近郊の戦線の至るところで部隊のローテーションを行いながら常にフレッシュな戦力投入しており、戦力面では明らかにウクライナ軍を上回っているとみられ、この先さらなる大規模な攻撃が予想されると警告を発しているね。ロシア軍がクピャンスク方面の戦線で投入しているフレッシュな戦力については、ウクライナ軍報道官が23日にクピャンスク方面の戦闘においてロシア軍の戦術が根本的に変化したわけではなく、これまでと変わらずロシア軍兵士の命が無価値に等しいと感じられる戦闘を展開しているとして、ロシア軍が肉壁部隊とも呼ばれているストーム Z という一度捕虜となったロシア兵や、体内で禁止されているアルコールや麻薬を使用した兵士、命令違反で逮捕された兵士などで構成される懲罰部隊をロシア全土で編成した上で、最前線への予備戦力として送り込み続けていると主張していて、シルスキー司令官もそのことを認めているみたい。ストーム Z にはこれら懲罰を受ける兵士だけでなく、昨年バフムートで多大な損害を出したロシアの民間軍事会社ワグネルが自社の、戦闘部隊の弾よけの肉壁とした刑務所で徴収した囚人も含まれているとされ、ワグネルが消滅した後はロシア国防省が囚人の徴用を続けていたと見られているな。今年の4月にアメリカ国防総省の機密文書が漏れた際、このストーム Z について記されていたとして、アメリカのシンクタンクである戦争研究所がその内容を報告したね。その報告によると、機密文書ではストーム Z が編成される目的と実際の組織と後方支援要件などについて明らかにされていて、複雑な戦闘任務の遂行に際して通常の陸軍軍団単位編成とは別に、一時的に創設される独立した部隊として編成され、与えられた任務や配備される地域の戦況に応じてその規模は変化するものの概ね中隊規模であるというよ。その他ストーム Z については、編成や訓練などについても正規軍部隊と同様に詳細な内容や規定が設定されているのであるが、ウクライナ国内に配備されているストーム Z についてはそれらが適用されていないとする指摘があり、ストーム Z に配属され運よく生き残った受刑者が、小銃の扱い方などを簡単に教えられただけで訓練などはほとんど受けないまま最前線に送られたとして、最前線ではただひたすらウクライナ軍陣地への突撃を命令されただけで、その度に多くの兵が戦死しても次々に新しい兵士が送り込まれたとの証言が伝えられ、ロシア国内の独立系調査組織などでも、ストーム Z はロシア国防省において使い捨て歩兵部隊とされ、戦場においては損害を顧みる必要がない消耗品扱いの便利な道具でしかないとしていて、この兵士の証言を裏付ける形となっているぜ。ロシア軍はアウディーユカの戦闘にもこのストーム Z を送り込んでいるとされ、ウクライナ軍は次から次へと相手突撃してくるこのゾンビのような部隊に手を焼いているものと見られているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2023年6月上旬から反転攻勢に出ているウクライナ軍において、その主攻撃軸である南部ザポリージャ州の要衝トクマク方面での戦況と、東部ドネツク州の南部からアゾフ海に面するマリウポリ奪還を目指す攻撃軸については、ここ数週間詳細な戦況を伝える情報がなくウクライナ軍の前進が停滞して膠着状態にあるものと見られているよ。これらに反して、ロシア軍が攻勢に出ていることが伝えられていたドネツク州の州都ドネツクに近く、2022年2月24日の侵略開始以前からウクライナ軍が勢力下に置いていたアウディーユカと、北部ハルキウ州のオスキル川をまたぐ形で存在しているクピャンスク近郊におけるロシア軍の攻撃が激しくなっていることが伝えられているぜ。さて今回は、アウディーユカとクピャンスクでロシア軍の攻勢が強化されている件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。まずドネツク州アウディーユカ近郊の攻防戦においては、11
10月25日にウクライナ軍参謀本部が我が軍はアウディーユカ近郊の戦闘においてロシア軍の攻撃をすべて撃退しているとして、ドネツク州のアウディーユカ、ステポベ、シェベルネ、ネベルズケに対して仕掛けられた攻撃はすべて失敗に終わっており、我が軍は10回以上に及ぶ攻撃を撃退したとした上で、ロシア軍はアウディーユカを包囲しようとする試みを諦めておらず、航空戦力による支援を積極的に展開しているとロシア軍の攻勢が継続していることを明らかにして、使用しているが、我が軍は陣地を堅持して敵に重大な損害を与え続けていると発表したよ。しかし、アウディーユカの北隣にあるクラスノホリカにおいては、ロシア軍がアウディーユカにつながる鉄道路線に到達したものの破壊されたとする動画が公開されていて、ウクライナ軍参謀本部の主張を裏付けているが、これまでロシア軍の存在が確認されていなかったアウディーユカの北の鉄道にまでロシア軍進出していることが明らかになり、アウディーユカを包囲しようとするロシア軍の攻勢が強化されていることがわかるな。また、それらの地点の南にあってアウディーユカを見下ろせる高台にロシア国旗と、ロシア陸軍第114自動車ライフル旅団の旗が立てられている画像が公開されていて、ロシア軍によってこの重要な高台が占拠されたことを証明しているぜ。これに対してウクライナ軍は高台に設置されたロシア国旗と第114自動車ライフル旅団の旗をドローンで吹き飛ばしたとされる動画などを公開したが、この動画についてロシア系の軍事ブログなどではドローンで旗を攻撃しているのは、この高台にウクライナ兵がいない証拠だとして、高台をロシア軍が維持していると主張しているよ。さらにロシア系軍事ブログではクラスノホリカ西側の鉄道に到達した。ロシア軍部隊がさらに鉄道沿いに西側の地域に前進して共闘法を築きつつあると主張したほか、アウディーユカの南にあるオプトネやボーダインなどからアウディーユカ向けて攻撃を強化していて、過去24時間でアウディーユカの西にあるシェベルネ方向やトネネキー方向で大きな前線を遂げて、アウディーユカ包囲網を狭めているとしたんだ。ただ、これらの主張を裏付ける動画や画像などの視覚的証拠はまだ現れておらず、ウクライナ側からの反応も特になく確実な情報とは認められていないものの、ロシア国旗が建てられた高台につながるウクライナ側のコークス工場付近にロシア軍が進出していることは間違いなく、この工場をロシア軍が占領することがあれば、アウディーユカを防衛しているウクライナ軍部隊には大きな打撃となることが指摘されているぜ。また、ハルキウ州のクピャンスク方面においては、ウクライナ陸軍のシルスキー司令官が10月14日にクピャンスク方面のロシア軍部隊はこれまでの損害を補充した上で、活発な攻勢を開始していて、その主要目標は我が軍を撃破してクピャンスクを包囲し、オスキル川東岸の地域を確保することにあると述べており、30日にもハルキウ州クピャンスク方面のロシア軍は複数の攻撃軸で前進を試みていると語っていたが、そのことを裏付けるかのように、インターネットや SNS で公開されている動画や画像において、ロシア軍が新キフカ、オルヤンケ、イワニフカの3方向で攻勢を仕掛けていることが視覚的に確認されたな。このクピャンスク方面の戦況についてウクライナ系の軍事ブログでは、ロシア軍は兵力でこの地域のウクライナ軍に優位であることを活かした攻撃を展開していて、クピャンスクの北にあるマシチェフカから南側の地域を占拠するなどの戦果を上げているが、さらに南にあってクピャンスクに近い新キフカへの攻撃には失敗して後退したとして、11月1日現在においては、クピャンスクから見て東方にあるペルショットラブネイベやオルヤンケの周辺で激戦が続いているともした上で、ロシア軍はクピャンスク近郊の戦線の至るところで部隊のローテーションを行いながら常にフレッシュな戦力投入しており、戦力面では明らかにウクライナ軍を上回っていると見られ、この先さらなる大規模な攻撃が予想されると警告を発しているね。ロシア軍がクピャンスク方面の戦線で投入しているフレッシュな戦力については、ウクライナ軍報道官が23日にクピャンスク方面の戦闘においてロシア軍の戦術が根本的に変化したわけではなく、これまでと変わらずロシア軍兵士の命が無価値に等しいと感じられる戦闘を展開しているとして、ロシア軍が肉壁部隊とも呼ばれているストーム Z という一度捕虜となったロシア兵や、
体内で禁止されているアルコールや麻薬を使用した兵士、命令違反で逮捕された兵士などで構成される懲罰部隊をロシア全土で編成した上で、最前線への予備戦力として送り込み続けていると主張していて、シルスキー司令官もそのことを認めているみたい。ストーム Z にはこれら懲罰を受ける兵士だけでなく、昨年バフムートで多大な損害を出したロシアの民間軍事会社ワグネルが自社の、戦闘部隊の弾よけの肉壁とした刑務所で徴収した囚人も含まれているとされ、ワグネルが消滅した後はロシア国防省が囚人の徴用を続けていたと見られているな。今年の4月にアメリカ国防総省の機密文書が漏れた際、このストーム Z について記されていたとして、アメリカのシンクタンクである戦争研究所がその内容を報告したね。その報告によると、機密文書ではストーム Z が編成される目的と実際の組織と後方支援要件などについて明らかにされていて、複雑な戦闘任務の遂行に際して通常の陸軍軍団単位編成とは別に、一時的に創設される独立した部隊として編成され、与えられた任務や配備される地域の戦況に応じてその規模は変化するものの概ね中隊規模であるというよ。その他ストーム Z については、編成や訓練などについても正規軍部隊と同様に詳細な内容や規定が設定されているのであるが、ウクライナ国内に配備されているストーム Z についてはそれらが適用されていないとする指摘があり、ストーム Z に配属され運よく生き残った受刑者が、小銃の扱い方などを簡単に教えられただけで訓練などはほとんど受けないまま最前線に送られたとして、最前線ではただひたすらウクライナ軍人地への突撃を命令されただけで、その度に多くの兵が戦死しても次々に新しい兵士が送り込まれたとの証言が伝えられ、ロシア国内の独立系調査組織などでも、ストーム Z はロシア国防省において使い捨て歩兵部隊とされ、戦場においては損害を顧みる必要がない消耗品扱いの便利な道具でしかないとしていて、この兵士の証言を裏付ける形となっているぜ。ロシア軍はアウディーユカの戦闘にもこのストーム Z を送り込んでいるとされ、ウクライナ軍は次から次へと相手突撃してくるこのゾンビのような部隊に手を焼いているものと見られているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。今年の6月初旬から始まったウクライナ軍の反転攻勢作戦において、南部ザポリージャ州の攻撃軸では9月に交通の要衝トクマクの北にあるロボーテネを奪還し、その東側のベルベーブ郊外に到達するなど進展が見られていたんだけど、10月に入ってからはウクライナ軍の前進を伝える動画や画像などがインターネットや SNS 上で見られなくなっているよね。実際、ウクライナ軍の前進が停滞している可能性が指摘されていて、この先厳しい冬を迎える前の奪還の可能性が語られていたトクマクへ到達することも難しいのではないかとの見方が広がっているぜ。さて今回はそんなウクライナ軍の反転攻勢に大きな動きがなく、停滞している件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ザポリージャ戦線で攻勢に出ているウクライナ軍は、9月下旬にベルベーブの西郊外に構築されていたロシア軍の防衛ラインを装甲車両で突破したとする動画や、ロボーティネの南にあるノボプロコキフカに到達していることを示す動画や画像が確認されていたが、そこからさらに前進したかどうかについては動画や画像などの視覚的証拠が公開されていないため、ベルベーブ方向に進撃していたウクライナ軍はさらなる前進を阻まれ、ノボプロコキフカに到達したことも一時的なものである可能性が高く、ベルベーブもノボプロコキフカもドリラも未だにロシア軍が支配しているものとみられているよ。ザポリージャ州における攻撃軸に関する視覚的な情報が10月に入って少なくなっていることから、やはり情報がなく停滞していると見られているドネツク州南部から海軍歩兵4個旅団がアゾフ海のマリウポリや、ベルジャンシク方面を目指している攻撃軸と同様に、ロシア軍の抵抗によって進撃を止められているのではないかとの声が高まっているんだ。その一方でザポリージャ州における停滞の理由については、ロシア軍の抵抗によって前進ができなくなったためばかりではなく、
ここまでの戦闘においてウクライナ軍もロシア軍ほどではないにせよ大きな損害を被っているとの見方から、ウクライナ側が意図的に進撃を止めた上で年内のトクマク攻略を諦めて部隊の再編成を実施している可能性があると見る向きもあるぜ。その根拠として、あるオープンソースインテリジェンス OSINT アナリストによると、ここ最近インターネットや SNS などで出回っている動画や画像において、ザポリージャ州でドイツ製のレオパルト 2A4 2両が損傷して1両が遺棄されたことが確認されたことが確認されているな。ウクライナ軍にはこれまで西側諸国から、ドイツ製のレオパルト 2A4 40両、レオパルト 2A6 21両、レオパルト 1A5 20から30両、スウェーデン製のスターブ122が10両に、イギリス製のチャレンジャー24両、アメリカ製の M1A1 エイブラムス31両などが供与されていて、レオパルト1とレオパルト2は今後さらに北大西洋条約機構NATO加盟国などから供与され、これら戦車は運用上の都合に配慮されてそれぞれ車種ごとに別々の部隊に配備されたよ。レオパルト 2A6 は陸軍第47独立機械化旅団に配備され、レオパルト 2A4 は陸軍第33独立機械化旅団に配備され、その他、スターブ122が第21独立機械化旅団で、チャレンジャーには空中機動軍の第82独立空中強襲旅団に配備されたことが明らかになっているんだ。そのためザポリージャ州においてレオパルト 2A4 の損害が確認されたということは、この戦線で戦闘を実施していた第47独立機械化旅団だけでなく、この戦車が配備されている第33独立機械化旅団も投入されていることを意味しているのであるが、このことについては第33独立機械化旅団を追加投入したのではなく、第47独立機械化旅団の休養と再編のために交代した可能性が高いと見る向きが多いみたい。現在の戦況からウクライナ軍が長期戦を覚悟し、オランダなどからの供与が決定してウクライナ軍パイロットへの訓練が実施されている F-16 ファイティングファルコンが、来春までに配備され運用可能になる時を待って再び反転攻勢をかける戦略に切り替えたのではないかとする見方も出ているね。また、ロシアとの基本的な国力の差から西側諸国の支援に頼らざるを得ないウクライナにとって、この先の作戦計画を練る上で最も頼りにしているアメリカにおいて、約600億ドル約9兆円もの軍事支援が確定しないうちは、次の作戦計画を立てることが難しいために部隊の前進を止めざるを得ないのではないかとの見方もあり、パレスチナ問題でバイデン大統領が奔走している現状においてウクライナは動きようがないということもまた理由の一つだろうな。そのような状況を見越したのかロシア軍は、ドネツク州のアウディーユカの攻略を目指し、強力な機甲部隊を投入して包囲しているとしてイギリス国防省が指摘していて、この攻撃の規模が2023年になってからロシア軍が仕掛けた攻勢の中でも最も大きいとしているぜ。イギリス国防省の指摘によると、アウディーユカ攻略作戦に投入した戦力は複数の機甲大隊とされ、3個機械化大隊約6000人規模以上としているほか、アメリカのシンクタンクなどでは2個機械化旅団約8000人との見方も出ているよ。いずれにしてもロシア軍は本気でアウディーユカ攻略を目指していると見られ、この攻勢が2023年に入ってロシア軍が唯一攻勢に転じたとされている、ハルキウ州のクピャンシクよりもはるかに規模の大きい作戦であると見られているんだけど、ロシア軍が数に任せた無謀な攻撃を展開しているとの指摘が多く出ているね。ロシア軍のアウディーユカにおける損害については、ウクライナ軍参謀本部がウクライナ軍守備部隊の頑強な抵抗の結果として、24時間で死傷者約900人を出す日があり、破壊された戦車が約50両に上った日もあると主張しているんだ。また、ウクライナのミハイロ・フェデロフ副首相が10月16日に明らかしたところによると、10月9日から16日までの1週間におけるアウディーユカの戦闘において、ウクライナ軍はロシア軍に対してドローンによる攻撃を実施したとして、ロシア軍が攻略作戦に投入した戦車75両と装甲車88両及び榴弾砲や迫撃砲など101門を破壊したらしい。さらにその他に、S-400 と見られる地対空ミサイル防空システム2機も破壊したとして、
ウクライナ軍が西側諸国から供与されている巡航ミサイルやロケット弾などの長射程 GPS 誘導兵器のみならず、ドローンも駆使しつつアウディーユカに攻め寄せるロシア軍に大きな損害を与えていることを示唆したぜ。また、アメリカのシンクタンク戦争研究所は10月15日、ロシア軍がアウディーユカへの攻撃を開始してからの5日間で兵士の戦死傷者が4500人以上をとなり、戦車60両以上に装甲車も100両以上が破壊されたとする分析を発表したな。その上で、作戦に投入されたロシア兵の総数が7000から8000人であるとするならば、そのうちの約4500人が死傷して戦線を離脱したことで兵力の 55から65% を失ったことになり、わずか5日間でアウディーユカのロシア軍はほぼ壊滅状態と言え、アウディーユカ攻略を継続するのであれば新たに予断規模の大部隊を投入しなければならない状況であるとしているぜ。さらにロシア軍が北東部ハルキウ州のクピャンスク方面において、ストームZと呼ばれる軍内部の懲罰兵と刑務所の囚人で編成された肉壁部隊を投入し続けているとして、ウクライナのシルスキー陸軍司令官が明らかにしたよ。ロシア軍はこのような懲罰部隊をロシア全土で編成して最前線各地に送り込み、ウクライナ軍に対して犠牲を顧みず肉弾攻撃を繰り返す人海戦術を展開しているとみられ、それはこれらの肉壁部隊が弾よけとなっている隙に、後方に待機していた精鋭部隊が攻撃に疲れ弾薬を使い果たしたウクライナ軍に攻撃を仕掛けて後退させる戦術だな。ウクライナ軍の反転攻勢作戦が本当に停滞しているとするならば、ロシア軍にこのような攻撃を仕掛けられた場合に阻止することは難しいとみられ、アメリカなどからの今後の支援策が明らかにされない状況が続けば、ウクライナ軍は厳しい冬を迎えることになるとの見方が出ているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ウクライナ軍の第47機械化旅団がザポリージャ州でレオパルド2が実戦で砲弾を発射し、白昼の荒々しい戦闘の様子を SNS に投稿したよ。ロシア軍の第2防衛線も突破したと言われているウクライナ軍だが、劣勢から大きく戦況を変えたハイマースの性能についても気になるところだな。さて今回はこの新型戦車レオパルト2について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ドイツやオランダなどの北大西洋条約機構NATO加盟国を中心に運用されているドイツ製の新型戦車レオパルト2がウクライナ軍に供与されたよ。レオパルト2には A4、A5、A6 および A6M などがあり、本国のドイツとデンマークでは最新の 2A7 が配備されており、ウクライナへは 2A4 と 2A6 が供与されているね。レオパルト2の中で1980年代に生産された 2A4 は装備が古く、砲塔の装甲が垂直方向を向いていることが特徴で、1990年代に生産されたレオパルト 2A5 以降は砲塔部に鎖型追加装甲が装備され、その他の改良も加えられてアップグレードしているんだ。レオパルト2の全てがラインメタル社製の 120mm ヌメ鋼砲を主装備しており、A5 までは44口径だが A6 以降は55口径 120mm 滑空砲に換装し砲身長を延長した。約 1.3 メートル長くなり砲弾の初速が向上したことで射程も上がったってわけ。A5 以降の第2世代の改良で戦闘能力は強化されたが追加された装甲により重量が増加したために機動性や航続距離が低下したほか、A6 で約 1.3 メートル長くなった砲身の扱いについて取り回しの悪さが問題になり当初は良い評価ではなかったよな。このレオパルトには砲塔に弾薬を保管する特別なコンパートメントを搭載しており、攻撃を受けると外側に向けて爆発し乗員を守る機能となっており、ロシアの戦車はというと砲塔の下に弾薬を収納しており弾薬が爆発すれば戦車も乗員も被害を受ける可能性もあるぜ。これまでにウクライナにはレオパルト 2A6 を21両が供与されており、陸軍第47機械化旅団を支援し戦車中隊を送っている第33機械化旅団に配備され、その後、陸軍第47機械化旅団は南部ザポリージャ州のロボティネから未だにロシア軍の占領下にある。
交通の要衝トクマクを経由してメリトポリに至る約 80km に及び天候性軸で前進を続けている軍団で任務についているんだ。その第47機械化旅団と第33機械化旅団は6月上旬にロボケネ方面の攻勢を開始した際、6月8日ロボケネの北にロシア軍が設置した塹壕や U の破と呼ばれる対戦車障害物や地雷原を進み、レオパルト 2A6 戦車、M2 歩兵戦闘車など、保有する貴重な車両20数両を失うという、大きな損害を出してしまった。これを軍事専門家に叩かれ、西側のメディアに大きく報道され、それらの中にはレオパルトには役に立たないとの声も聞かれるほどだったんだ。この失態により第47機械化旅団はレオパルト2や M2 の運用方針を改め、その高性能の暗視装置を活かし夜間に後方から攻撃を加える自走砲的な使用方法を取り、またはロシア軍が施した塹壕に突撃隊が遭遇すれば M2 が機関砲で制圧射撃を行うなど戦果を上げていったな。西側諸国より供与された強力な戦車を失うわけにはいかないという見方があり、レオパルトを撃破した、ウクライナは軍事的な損失を被っているとするロシアの主張により、西側諸国による支援を滞らせないためではないかとも言われているぜ。西側諸国からのレオパルト2やイギリスから供与されたチャレンジャー2や、また現在アメリカから届くとされている M1 エイブラムスはロシア製の戦車より長射程で、隊の後方から最前線を支援するといった戦術はまさに理にかなっているといえ、実際、ウクライナ軍は南部ザポリージャ州で地雷原と塹壕で守られたロシア軍の第一防衛線を突破して第二防衛線をも越えたとされ前進を見せているみたい。ウクライナ南部に展開する第47独立機械化旅団は9月29日、西側諸国から供与されたドイツ製の最新鋭戦車レオパルト2が、歩兵戦闘車などの戦闘車両や歩兵部隊と共に実戦で砲弾を発射する様子の動画を SNS に公開したよ。これには第47機械化旅団の部隊がザポリージャ州とされる平原を南下している様子や、レオパルト 2A6 とアメリカ製の M2 ブラッドレー歩兵戦闘車とが並んで走行しているのが撮影されていたんだって。映像では遠くに砲弾が着弾して爆発する様子や姿の見えないロシア軍が近くの森林から発射していると見られる機関銃弾が飛び交い、米国製 M2 ブラッドレー歩兵戦闘車が少し後退し車体後部のスロープを下ろして、乗り込んでいた歩兵が、M16 自動小銃と対戦車ロケットで武装した6名が飛び出し、身を隠すためにロシア軍が掘った塹壕に素早く飛び込んだな。M2 ブラッドレーが少し後退したところにレオパルト2が 122mm 四砲を発射し攻撃しながら前進したのは、ロシア軍による対戦車ミサイルの狙いを外し乗員を守るためだったと思われるぜ。このような機動性が優れた西側製の戦車には高速で後退できるギアが標準で装備されており機敏な動きができるんだけど、これはロシア製の戦車にはない装備だね。レオパルト2から発射された砲弾の着弾点は映ってはいなかったが、命中を喜ぶウクライナ兵が歓喜の声を上げており、ロシア軍が放ったと思われる弾が撮影者の頭上を飛び交い昼間に行われた荒々しい戦闘が撮影されていたぜ。この戦闘で、レオパルト2がこれまでの後方から最前線の部隊を支援するといった任務から、最前線での攻撃に変更されたとも考えられるが、この強力な新型戦車が自走砲的なものとは違い戦車であったと改めて認識させられたな。そして前進するにつれ、これまでウクライナ軍の戦車を悩ませていたロシア軍がありえないほど敷き詰めた地雷原が薄くなり、安全に戦車を前線に出撃させられる状況になったってわけ。これまでウクライナ軍が戦争開始当時から悩まされてきたのがロシア軍の榴弾砲や多連装ロケット砲システムマースであり、これに対して供与された大砲兵レーダーを駆使してその所在を捉え移動する前に素早く攻撃を加えているよね。さらにアメリカから供与された長射程で精密な攻撃が可能な高機動ロケット砲システムハイマースや、M270 などのアメリカ製マースから発射される GPS 誘導の長射程ロケット弾や、西側諸国から供与された 155mm 榴弾砲から発射可能なやはり長射程のアメリカ製の、
GPS 誘導砲弾 M982 エクスカリバーなどのアウトレンジ攻撃によってロシア軍の後方の弾薬庫や燃料の集積所や物資の供給網などのほか、司令部なども破壊し、ロシア軍の前線での作戦に影響を与え、ロシア軍による火力が大きく減退しているよ。NASA アメリカ航空宇宙局が通常は森林火災の発生場所などを把握するために活用している人工衛星で今回、戦闘で起きた火災を反映させた分析の結果、観測している地上の熱源データによると、2023年7月のウクライナ東部のドネツク州、ルハンシク州、ハルキウ州3つの州においては、熱源の数が、7月1日から10日までの12期間で2903件確認されていたのに対して、10日から20日までの12期間では662件、20日から30日までの12期間では657件と、1日から10日の上旬と比べていずれも2割程度にまで減少しており、ロシア・ウクライナ戦争が継続中の7月中旬以降にウクライナ東部でロシア軍による、攻撃が極端に減少したことが今回の分析データで分かったぜ。アメリカのシンクタンク戦争研究所は、7月16日に公開した分析で、ウクライナがアメリカから供与された長射程の高機動ロケット砲システムハイマースで、ロシア軍の後方にある弾薬庫などを破壊した結果、7月10日頃からロシア軍の砲撃が大幅に減り、それが熱源の大きな減少にも反映されたと見られるみたい。これについて専門家などは、ウクライナ軍はロシアの多連装ロケット砲や火砲はほとんど破壊できていないのに、NASA の人工衛星の熱源データにおいて砲撃数が減っているということは、前線にいるロシア軍に弾薬が届かず、砲撃できない状況にあるか、ウクライナ軍の長射程の兵器により、ロシア軍後方の補給拠点が破壊され弾薬自体がなくなったのではないかと見ているぜ。その上で、ロシア軍はこの現状に対応するために弾薬をハイマースの射程とされている 90km より遠い場所や数箇所に分散して配置したために、輸送効率が下がり前線に届ける弾数が減り砲撃できなくなっていると指摘しているな。アメリカから供与された高機動ロケット砲システムハイマースについて、機動性が高く、陣地に入りすぐに射撃を行い、反撃を受ける前に離脱でき、GPS により正確に攻撃できるとし、劣勢だったウクライナ軍がロシア軍に大きな打撃を与え、ウクライナ側の被害も抑えることにつながり、ハイマースが戦況を大きく変えたゲームチェンジャーであると述べているみたい。ウクライナ軍が高密度の地雷原を突破し、劣勢に立たされているロシア軍の砲撃も減っており、今後ウクライナ軍の元へ到着する優れた戦車も登場し、ウクライナ軍の進撃はさらに高まる可能性があるかもしれないよね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。